はい、南と申します。よろしくお願いします。すみません、今日は中村さんという方にですね、動画を撮っていただいて本当にお時間いただきましてありがとうございます。はい、そうですね、若者向け、そうですね、僕はですね、実は26歳の時に、中野区議選にですね、出てからですね、実は今回の、東京都知事選挙、4回目の出馬になるんですけども、実はまだすいません、1回もですね、当選したことがないです。で、いろいろ考えるんですけれども、僕自身ですね、やっぱりその、今回の、政策もそうなんですけども、子どもたちに本当にですね、フォーカスをするというか、私も今年40歳になるんですけれども、私よりも下の世代ですね、もう1歳でも下の世代に対して、政策をですね、打っていきたい。若い方たちがいいなって要は思えるですね、政策でございます。で、それは何かっていうのは、ぶっちゃけですね、非常に難しいと思ってます。ちょっとまだ結論が言ってなくて申し訳ないんですけども、まずですね、実はその26歳の時に選挙に出たっていうのは、なんで出たかっていうと、やっぱりその子供がどんどん減ってくる中でですね、もう日本というのがどんどんこう沈没してしまうっていうですね、現状を見ていた時にですね、やっぱり子どもたちが増える政策をやっていきたいなって思ったんです。ただ、ご存知の通りですね、少子高齢化ということで、選挙のたびにですね、どうしても高齢者を中心にというか、高齢者優遇の政策、福祉とかですね、そういうものに対して訴えないと正直票額を取れないとか、これは政治家のですね、本当はあるべき姿でもありますし、それは弱者に対するというですね、でも実は子どもたちにとってはあるべき姿がじゃないというですね、これまた非常に難しい問題でございます。で、結論ちょっと言いますと、若い方たちというかですね、僕はまず本当に一番下の世代、要はこれから生まれてくる子どもたちの環境づくりをしたいなっていうのが一番にあるんです。ということはですね、何が必要か、いろんなことがあると思います。正直結婚をしない、若い方、要は20代前半ぐらいから30代ぐらいの方で、あんまりこう、男女ペアを作るとか、彼氏彼女がいないって方も非常に多いというか、統計が実際出ているので、そこで結婚に至らないっていうケースがあると思っているので、子供さんが生まれないと。で、これなんで生まれないのかとかですね、いろいろ考えるときに非常に難しいです。ただまず一番に経済的な支援ということで、僕はお子さんが、お子さんに、子供一人につきですね、実は1000万を支給するというですね、実はこれ民放のですね、政見放送で述べているんですけれども、そういう政策をまず打っていきたいと、このように考えているっていうのが、すみません、一発目の結論にはなるんですけども、遅くなって申し訳ございません。ただですね、この1000万というのは、その支給の仕方というのが非常に、聞いてる方もですね、思うと思うんですけども、難しいと思います。で、先ほどの、その男女のカップルを作らないとか、作るとかの話も、まずそこの前提がないと、で、そして結婚をしないと、子供が生まれない。実は結婚をすれば、それなりにお子さんは実は、昔の水準とそんなに変わらない推移ですね、産んでいただいているという、そういう形になっているんですけども、そもそもまず結婚に至らない。これが今のその日本の、少子化のですね、一番の問題であると思っています。で、それなんでかって言ったら、まずそうですね、確かにこういうスマートフォンとかで、今私、中村さんに今日はご撮影、いただいているということで、お時間いただいているわけなんですけども、こういうですね、スマートフォンとかの、復旧によってですね、やっぱり皆さん動画とかね、好きなアニメとか、いろんなですね、テレビ以外の、YouTube とか、そういうのもですね、楽しみにされている方もいると思います。で、何に対してやっぱり時間をこう使うかっていうところですね、自分でやっぱ楽しいことしたいじゃないですか。それは非常に分かります。で、思い描くと思うんですね。
子供が、じゃあ自分に子供ができたら、まあ、自分の時間がもうなくなっちゃうんじゃないかとかですね、とかあと仕事を、そうですね、今のまま仕事を続けてて、じゃあ子供が生まれたら仕事少ししかできなくって、まあ、お金がですね減ってしまって経済的に厳しいんじゃないかとか、まあ、こういうですね、まあ、いろんな不安な要素っていうのが終わりだとというか、まあ思うと思うんですよ。ただまあちょっとごめんなさい、なかなかですね僕も、まあ、頭の中ではちょっとまとまってるんですけど、いろんなことをですね考えると、その若い方たちに何をお伝えしたらいいのかっていうのは正直わからなくなってしまうというか、いろんなことがありすぎて非常に難しいと思っています。なのでまあそうですね、あとまあやっぱりそうですね、男女の、まあ、コミュニケーションをしっかり取ってもらいたいというか、なんていうんですかね、やっぱり好きな人には、まあ、好きだっていうことをある意味、まあ、本気になって伝えてもらいたいなっていうのも、これも一つあると思うんです。やっぱり例えば男性と女性がいてですね、多分どちらも、まあ、何も言わなかったらしい、何も始まらないと思うんですよ。で結構僕はまあ、ガンガンこう、ね、誰でも話しかけちゃうというか、まあ、よく話もかけられるんですけど、道もよく聞かれますし、まあ、それはあんま関係ないかもしれないんですけども、変な話、男性の方は女性に対してもっとこうなんか積極的に、まあ、アクティブになってほしいなと思いますし、おそらく女性の方はその男性の一声を待ってるんじゃないかなっていうのも思っております。なのでなんかいろいろあると思うんですけども、もっともっとこう積極的になれば、まあ、男女のペアが、ね、発生して結婚まで至るっていうのも、まあ、一つあるのかなとか、で正直今回ごめんなさい、東京都の、ね、まあ、小池さんの、まあ、政策でアプリを使ってですね婚活っていうのもあったと思うんですけども、正直アプリではですね難しいと思います。もう変な話、まあ、強制的にじゃないんですけども、例えばもうアフター5、アフター6になるかもしれないんですけども、その時間を使ってですね、強制的にやっぱ出会いの場を作っていくっていうのも、まあ、僕は一つの政策だと思いますし、別にお酒を飲んでも飲まなくてもいいと思うんですよ。東京都でできることっていっぱいあると思うんですね。いっぱいいろんな広場とか、まあ、例えば東京ドームを使ったりとか、そういう出会いの場をですね、もうたくさんどんどん作っていくっていう方に僕はお金を使っていった方が政策としてはいいんじゃないかなというように思います。まあ、正直すみません、話はあんまりまとまってないんですけども、とにかく僕は日本が本当に大好きなの で日本人として、まあ、生まれたからには、まあ、当然何かですね、まあ、政治家として日本に爪痕を残してですね、まあ、死ねればなと思ってますし、今後の日本をやっぱ想像していくためにもやっぱり若い方の僕より本当にこれから生まれてくるんですね、お子さんたちが必要だと思っておりますので、子供たちにうわ1000万というのはですね、まあ、配り方は非常に難しいんですけれども、それをまず第一の政策に考えていきたいなと、そのように考えております。長くなっております。はい、今回はちょっと結論から申し上げたいなと思うんですけれども、やっぱりですね減税だと僕は思っております。はい、やっぱり自分のお給料が今、ね、皆さんご存知の通り社会保障費とかですね、まあ、要は厚生年金とかで、まあ、例えば30万円の給料だったら、まあ、約ですけども3万円ぐらい引かれると思うんですよ。じゃあその3万円とか、例えば僕で言うと今年40歳になるというので、要は介護保険を払わなくちゃいけない年になるんですね。皆さんもそれが来るんですよ。でこれ2000年からですね、ご存じの通り始まっているんですけれども、まあ、これ地域によってですね、まあ、金額ちょっとばらつきもちろんあるんですけれども、まあ、例えば7000円ぐらいだとしますと、介護保険ですね。じゃあその7000円がですね、毎月支払いしている7000円が、じゃあ皆さんのもとにですね、一回払ったものがですね、一回払ったものが還付されて、まあ、その年にじゃあ12月とか、まあ、12月20日から30日しか分かりません、まあ、30日はちょっと銀行がやってないのであれなのかもしれないですけども、戻ってきたらいかがですかっていう話です。例えば7000円だったら8万4000円が
戻ってくるみたいなですね、あのところでございます。でこれ減税だと僕は思うんですよ。でやっぱり東京都って本当に非常に、莫大な、まあ、予算ですね、まあ、それはもう原点に変えると皆さんから徴収したっていう言い方がですね、まあ、非常にちょっと失礼に当たるかもしれないんですけど、集めたお金なわけですよね。そのお金が一度払ったものがですよ、それが最終的に年の終わりとかですね、まあ、年の終わりに戻ってきたらいかがですかっていう話なんです。でこれは、まあ、東京都のですね、まあ、予算をできるだけこう小さくですね、とことん小さくして最終的にはお返していくっていうのですね、政策を頭に描いております。もちろん道路のですね、例えば家の前のですね、まあ、壊れてしまって公共事業やらなくちゃいけないですよね、とか例えば保育園の事業とか、ね、ご自身でやるわけにはいきませんから、まあ、そういうね、必要な事業、まあ、もちろん民間に任せればいいんですけれども、必要な事業は事業としてしっかりと東京都でやる。ただ本当にじゃあこれいるの、でこれいらないのっていうのをですね、しっかり考えて、できるだけ東京都の予算をもうずーっと小さくして、最終的にじゃあ皆さんにこう還元しますよっていうですね、まあ、こういう、まあ、まあ都政の在り方というか、まあ、行政の在り方というかですね、ことを考えておりますので、まあ、僕はですね、まあ、今回ちょっと減税をもうとことん目指す、まあ、都知事を目指したいなと、まあ、目指す2回目ちゃったんですけども、やっていきたいなと思ってますので、まあ、こういう政策どうかなと思ってですね、私は進言させていただきました。はい、以上になります。ありがとうございます。はい、介護保険ごめん、聞き取れなかった。介護保険料です。介護保険料、例えばの話です。あ、なるほど、例えばそういう、まあ、要はお支払いしたものが、まあ、どういうね、まあ、税金でも、もうありとあらゆる、そうですね、もう、まあ、実際に自分が払ってるので、まあ、いろいろどこにね、行ってるかっていうのは正直、まあ、分からないというあれですけども、やっぱり何々保険とか何々保険とか明確な、例えば金額とかあるわけじゃないですか、一人一人は違うと思うんですけども、まあ、それが要は返ってきたらどうですかっていう話なので、まあ、それは別に介護保険が返ってくるとか、そういう意味合いでは、要は一旦払うけれども年末に、ほとんど返ってくるよっていう、ね、例えばそういうイメージですね、はい、まあ、なんかこれは共済の例えばなんですよね、都民共済とかああいうのも還付されて、確か月2000円のものが2万、2万4000円払って、おそらく年末に1万2000円ぐらい、まあ、要は半分ぐらい戻ってくるんで、まあ、そんなようなイメージだと思ってもらえればいいのかなと思います。